待てよ。月本に何て言われた？鴨志田のじじ含めて3人で俺をやることになったんじゃねえのか。終わりだよお前はもう。その次はあんたかもな。今回3人で生き残ったとしてもよ、 1億を目の前にしてもう一勝負？そこまで運が続くかどうかよく考えろよ。2人で生き残ればいいだけなんだよ。月本と組むわけにはいかねえだろ。奴は鴨志田の自治助ける気だからよ。だとしたら俺しかいねえんだよ。 ちょっと待ってくれ。弾を2発にしようじゃないか。それの方が1人だけ生き残る率が上がる。賞金も稼げる。そっちの方がずっと面白くなるんだよ。ルールが違うんじゃない。ルール決めんの俺たちじゃねえだろ。あちらさんだよバカ野郎。 いいでしょう。楽しみにしてますよ。
Stand by. Five, four, three, two, one.これで全て終わりだな。甘いのどっちだもんね、やら。これでお前も鏡も俺にはめられたってわけだ。あ、疲れた。待てよ。それが高見が残した最後の言葉だった。いえ、行ってくれ。ああ、行ってくれよ。セリザワ。言っただろう。相棒は鏡だ。